日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は間違えることについて。間違えることはいいことです。はい、おはようございます。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気です。皆さんは日本語を勉強してますよね。まあ、日本語を話すとき、ね、日本語を書くとき、間違えますよね。普通、間違えるでしょ？いつもいつも間違えますね。それは、とても普通のことです。もし皆さんが日本語を話したり、日本語を書いたりするときに間違いが全然なかったら、それは変です。もし皆さんが日本語を話して間違いが全然なかったら、変でしょ？間違えないっていうことは、多分日本語ネイティブですよね。もしくは長く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 日本語を勉強している人、多分10年以上勉強している人は日本語の間違いが少ないです。でも、もし皆さんが日本語の勉強を始めて1年とか2年とか、ね、それぐらいだったらたくさん間違えますよね。そしてそれはとても普通のことです。間違えることは普通です。間違えないことは普通じゃないです。だから心配しないでください。日本語を話して間違える、普通のことです、ね、そして間違えたことはいいことです。間違えたら、まあ、例えばね、先生と一緒に話して間違ったら、まあ勉強になります。僕にはたくさんの生徒がいます。そしてみんな話します。みんなたくさんの間違いがあります。で、それは普通です。それはとてもいいことです。どんどん間違ってください。間違わなかったら変です。間違うことが普通です。間違うことはいいことです。心配しないでください。たくさんの人たちは逆に考えてるんですね。ああ、私は間違えたくない、間違いが嫌い。でもそれはちょっと変ですね。逆です。逆、間違えることは普通だし、間違えることは先生にとっては嬉しいことです。あ、この間違えるっていうことは、じゃあちょっと勉強しましょう、勉強になる、ね、じゃあ教えます、ね、そういうことになります。だからどん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 今日も日本語を話してください。そしてどん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 間違ってください。それはいいことです。というわけで、チャオチャオ、アスタレオ、またね、またね、またね。